アラサー主婦の美容チャンネル、みいきです。今回はですね、UV 効果のある下地を5つ比較してレビューしていきます。紫外線対策しっかりしないとなぁと思いつつ、日焼け止め塗るのがちょっとめんどくさく感じたり、ベースメイクを何個も重ねると崩れやすくなってしまう方、そんな方にぴったりな日焼け止め兼下地として使えるアイテムたちをご紹介します。そしてこれから夏に向けてどんどん化粧崩れしやすくなっていくと思うので、崩れにくさについても比較しながら紹介していくので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それでは動画スタート。はい、ということでまず一つ目のアイテムはセザンヌの皮脂テカリ防止下地の保湿タイプ。メイク崩れの原因となる皮脂や乾燥を防いで化粧持ちを良くしてくれる下地、 SPF28PA3+ で、日常使いだったらちゃんと紫外線対策のできる下地です。シャビシャビとまではいかないもののさらっと流れるようなテクスチャーです。色はオレンジベージュなので自然にくすみやシミをカバーしてくれるような感じです。ではこちら側半眼に塗っていきます。保湿感のあるテクスチャーということでかなり伸びが良くて、まあ乳液みたいな感じかな。で、昔ピンクの方の皮脂テカリ防止下地は使ったことがあるんですけど、皮脂テカリ防止の効果が強すぎて乾燥しちゃうのが気になったので、こっちのねオレンジの保湿タイプの方を買ってみました。今塗ってる時点ではかなりねしっとり感もあって、広げるとこう表面がサラッとするような仕上がりです。はい、塗ってみてこのような感じです。かなりナチュラルなカバー感だと思います。これ1本で仕上げるというよりかしっかりファンデーションを重ねて使ってあげるようなアイテムです。で、毛穴カバー力の方を見ていくと、小鼻の点々としたのとか頬のあたりの細かい毛穴もソフトカバーしてくれているように思います。肌のレベルをふわっと一段階上げてくれるようなイメージです。はい、ツヤ系のクッションファンデを重ねてこのような感じです。ちょっと伝わりづらいかもなんですが、下地を塗った時にもうサラサラっとした状態になっていたので、ツヤ系のクッションを重ねても少しセミマットのような感じに仕上がっていて、若干ねパウダーっぽさもあるような質感になっています。で、塗る時に若干ファンデーションの滑りが悪いような感じがあったので、クッションファンデだったら問題なく塗りやすいんですけど、リキッドファンデで手で伸ばすように塗るとちょっとなんか元のファンデーションの伸びよりも塗りにくい感じになるのかなと思います。はい、そしてこちら全眼塗布して1日過ごしてみた時の崩れ方の様子です。やはり皮脂崩れしにくいだけあってほとんど崩れなかったです。塗りすぎてしまうと逆に毛穴落ちするような下地なので塗りすぎ注意です。そして保湿タイプと言いながらもやはり私は乾燥を感じてちょっと使い心地悪く感じてしまいました。はい、2つ目のアイテムは VT コスメティックスのシカ UV トーンアップベース。こちら最近発売された新作の UV 下地です。で、カラーは4種類あってミントカラーを購入しました。こちらは赤みが気になるタイプの肌の方におすすめの色で、毒ダミエキスが配合されているそうです。で、これ1本で保湿ケア、肌トーンアップ、化粧下地、肌色の補正、 UV ケア、5つの役割が1つでできちゃうっていうようなアイテムです。で、手に出してみるとこのような感じ、かなり緩めの保湿感あるテクスチャーです。実はこのシカ UV トーンアップベース、ラロッシュポゼに似ているとちょっとね話題になったんですけど、かなりしっとりしていて SPF50+PA4+ なんですけど、すごく塗り心地とつけ心地が軽くていいですね。で、香りはこの VT コスメ特有のなんだろうな、ちょっと爽やかな香りがします。伸ばしてみるとこんな感じで、ほとんど緑の感じはなくなっちゃったかも。なんならね、私はちょっと頬の赤みが強いので物足りなく感じる。で、毛穴カバー力はこんな感じで、まあ、めちゃくちゃあるわけじゃないけど、すっぴん肌より目立たなくなっているような感じ。本当にこれはこんなに SPF 値が高いのにすごくしっとりしていて、スキンケアみたいな感覚で塗れるから日焼け止めが苦手な方
にめちゃくちゃおすすめで、触った感じベタベタ感もないから、個人的にはラロッシュポゼより使いやすいなって思います。なんかラロッシュポゼはもうちょっと油分が多くてペタッとするような感じだったんだよね。で、こちらもツヤ系のクッションファンデを重ねてみました。下地を塗った後の状態でかなりあのスキンケアの後のような自然なツヤ感があったので、そのツヤ感が生きて健康的な肌のツヤ感が演出できているんじゃないかなと思います。で、テクスチャー的にもかなりいろんなファンデーションとの相性も良さそうです。はい、こちら特に崩れにくいっていうようなタイプの下地ではないんですけど、カバー力が薄まって少し赤みが出てくるような崩れ方で、汚く崩れる感じではなかったです。紫外線対策しっかりできるのに乾燥しにくかったので、保湿したい方におすすめです。はい、3つ目のアイテムはヒンスセカンドスキントーンアップベースのミューテッドグリーン SPF50+PA4+、 透明感の出るカラー下地になっています。トーンアップベースということで白身の強いカラー下地になっています。とろーっとした感じのちょっと固めのテクスチャーになってます。かなりしっかりと密着してくれるような感じで、肌にとどまりつつ伸びてくれるような感じで、このベースはサンプルを使ってみたらすごく良かったので現品を購入したんですけど、めちゃくちゃ正直に言うとサンプル使った時はめっちゃいいじゃんと思って現品買ったんだけど、なんかね、使ってみたらちょっとあれって思った下地なんでだろう。はい、こちら側塗ってみるとこのような感じ、軽くトーンアップしてくれてて、やっぱりグリーンが入っているのでほんのり赤みが抑えられて、確かに透明感が出てくれているように思います。なんかしっとり潤ってるんだけど、サラサラまではいかないけどさっぱりとしたつけ心地です。で、アップでよく見てみるとここら辺毛穴にちょっと溜まっちゃってる感じがあって、毛穴に入ってしまった部分が白くなってちょっと目立つんですよね。これがね、ちょっと私の肌には合わなかったです。ファンデを塗ってこのような感じです。下地を塗った段階でさっぱりとした質感だったので、ツヤ系のファンデを塗ってもマット寄りのツヤ肌っていうような感じに仕上がりました。で、やっぱりね、ちょっとこのあたり毛穴に溜まっていた分がファンデを塗ってもちょっと厚ぼったい感じに見えてしまって、あんまりね、綺麗に乗らなかったです。はい、こちらも密着感があるので汚く崩れることはなかったです。ただ若干テカリは出たと思います。カバー力はまだ続いているような感じです。ただやっぱり毛穴に埋まってしまっているところが逆に目立ってしまっているので、そこが気になります。続いて4つ目のアイテムはウォンジョンヨトーンアップベースの02番ライムイエロー、もう一色ピーチピンクもあります。こちらもトーンアップ下地で華やかなアイドル肌になれる下地だそうです。 SPF44PA3+、 先ほどのヒンスの下地よりもさらに固めなテクスチャーです。で、伸ばしてみるとこんな感じで結構白っぽくて、かなりトーンアップ力が高いなという印象です。で、ちょっとサラッとしたような質感の下地でテクスチャーが固めなこともあって伸ばしづらいなっていうところが気になるところです。で、イエローなんだけど、こう見ると結構白っぽいかな、トーンアップ感で肌の色ムラをカバーするっていうような感じ、塗りムラが出やすいようなテクスチャーだと思っていて、スポンジとか使ってもうちょっとしっかりなじませてあげた方がいいかなって思います。で、こちらもアップで見てみると毛穴にね、ちょっと溜まってる感じがあるんですよね。個人的にはこの下地はこの頬の三角ゾーンとか部分使いしてあげるのが一番いいのかなと思っています。はい、ツヤ系のファンデを重ねました。サラサラっと仕上がるテクスチャーだったのでセミマットな質感になっています。ここの毛穴に溜まってる部分はちょっと気になるんだけど、他のこの辺りの部分ふわさらっとした肌に仕上がっています。はい、こちら撮影した場所がちょっと違うので照明の具合が変わってしまってすみません。やっぱり少し固めのテクスチャーでムラになりやすい分、しっかり伸ばしてあげないと崩れやすくなったり毛穴落ちしやすくなったりします。ちょっとね、扱いづらいっていうような印象の下地です。最後はこちら、私の大好きなティルティルマスクフィットトーンアップエッセンス SPF30PA2+、 他に比べてちょっと PH は低いかな。大人気のクッションファンデのティルティルの保湿も崩れにくさも両立している
とってもお気に入りの下地です。こんな感じでかなり緩めのテクスチャーで乳液のようにしっとり感があります。で結構ねトーンアップ感も強いです。スキンケア感覚でお肌に塗れちゃいます。こうピタッと薄膜にフィットしてくれるから毛穴も滑らかにカバーしてくれます。でこちら側半分塗ってあるんですけど、私の肌トーンだと結構ね首との差ができるくらいしっかりトーンアップしてくれるので、私はいつもちょっと暗めのファンデーションを合わせて使ってます。で本当にしっとりしていて保湿力抜群なんですけど、この感じで崩れにくいっていうのがねすごいんですよ。そしていろんなファンデーションと相性がいいです。はい、ツヤ系のファンデを重ねてこのような感じです。ツヤ感控えめな感じに仕上がります。保湿感たっぷりなんだけどツヤツヤっと仕上がるような下地ではないかも。はい、私の肌にはこちらの下地が一番相性がいいです。乾燥も感じないのに崩れにくいです。毛穴落ちするような崩れ方も全くないです。若干テカる部分はあるんだけど、全体的にすごくバランスのいい下地でとってもお気に入りです。はい、ということで5つの下地を比較してみましたが、私は混合肌タイプなんですけどかなりテカりやすい肌質で、今までいくつもの皮脂防止崩れ系の下地を使ってきたんですけど、パウダリーでサラサラ仕上がりなものだと夜になるとドロッと崩れたり毛穴落ちが目立って汚く崩れちゃうんですよね。すごく有名なあのマキアージュの下地なんかも私はそのパターンで汚く見えちゃうので、あんまり相性が良くないので、今回比較した中で言うとセザンヌだったり、あとウォンジョンヨンもちょっとサラサラっとした感じで私の肌にはちょっと合いづらかったです。だからもし私と同じようにテカりやすい肌質なのになぜか皮脂崩れ防止系のものだとドロッと崩れちゃうっていう方は、ぜひこのティルティルを試してほしいなって思います。あと最近はこの VT の方もすごく使い心地がとにかくいいので気に入っています。まあそんな感じで私のお気に入りはこの2つです。でもティルティルの方は SPF30PA2+ で屋内のお出かけだったらいいかなって思うんだけど、外に長時間いるときはこっちの SPF50+PA4+ の VT の方が安心感があります。はい、ということで今回は UV 効果のある下地を5つご紹介してみました。もしご自身が使っている皮脂崩れ防止系の下地でめちゃくちゃおすすめっていうものがあればぜひ教えてください。あと塗り方変えたらなんか良くなったよとか、そういうアドバイスとかもあればぜひお願いします。ということで今回の動画が少しでもいいなと思ってもらえたらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。